お腹すいたけどお金がないのでゴキブリを食べます。ゴキブリは結構振動に敏感で、こうやって話してる間にもこの隙間の中に入っていったんですけど、ほじくり回せばすぐに出てきます。で、野外でゴキブリを見つけたい人はこういう風に樹液の出てる木の隙間にいます。今回はゴキブリを素揚げにして食べていこうと思います。で、ゴキブリ食べたいっていう人が僕以外にもいると思うんですけど、ゴキブリを家のやつを食べないでください。家にいるゴキブリは菌を保有していることがあるので危険なんですよ。それでは完成したんでいただきます。味はちょっと臭い、癖味のあるエビですね。